はいどうも、今日も元気にモータル電鉄やっていきましょう。チャンプレイです。 Hi everyone, let's play モータル電鉄 World Today I'm チャンプレイ、いきましょう。あー、カードの価格改定に伴ってダビングも価格が変更になりますということで。あー、なるほどね。ここかー、すごいな、ここで。どうしよっかね。で、何をどうしようかっていう言ってるというと、赤鬼くんがですね、持ちゼロをずっと抱えてるんですよ。それがマジでね、嫌だなっていう。はい、一旦これだな。一旦これ買っておこう。うわ、超音速いいな。6個、サイコロ6個振ってね、やれるやつ。トナシバってないのかな。ぴったり。ともちゃんはね、バカでしょ。ジェットカードの効果が出るっていうけど、遠ざかるんだよそれ。今のはともちゃんワンは拒否って12プラス12だから21か、21になっちゃうと、ああ俺がボミ抱えることになっちゃうから、これはサイコロかな。なんか来い。おー、西へ。まあ、いっか。もう、飛びがあるからいいや。ジェットで。でかいよ、てめえは。セイシェル。セイシェルなんだね。この外資業者のこのスチール工作も厄介なんだよな、イベント。まあとりあえずついてくれると信じて俺は一旦後ろに引きますよと。で15で OK、 じゃあ大丈夫だね。まあ、ここで熱気球使ってくれたのはありがたいな。そしたら、あ、その水色の子かわいいですね。あとイケメンお兄さんがいて、いやということで、殿で。ホニアラってもうどこだよ。ソロモン諸島、へぇ、買うんだ。収益はちょっとあれだけど、15か。一旦さ、こっち行っていいか。あ、ここ行けるけど、一旦ここだな。いやー、これは、うん。なんか出てきた。変なのが。なにこいつ。ドンガラじゃん？ちょっと、なんか、あれみたい。トーテムポールみたいな。あ、豪雨になっちゃったよ。お？赤鬼社長のクラーク
クアラルンプールに豪雨が降り注ぐってこと。ウィーイ、100億ぐらい損害出せ。何それ、あ、でも台風小僧出せは今作でも健在ってことですね。おっと、ワン、ヤオー、ほう、ミニボンビーです。なんかなかなか変わらないですけども、でもまあね、ここが直あの満タンに戻ったんで一旦音速打ちます。赤か、踏むか、しゃあない。次サイコロでいいな。12。あー、サイコロでダメになってきた。勝ったな、ついにやったな。いやー強いな、あそこ。あー、ほにゃら、じゃあここかな。こういう時にちょっと急行が欲しかったりするんだよな。みんな海に出て行って、お、まだガスカル、これ超高速船とかないのかな。いや、これはさ、つくか。いや、これつこう。これはちょっと余裕があるので、ちょっと間違えて打たないようにね間違えて押さないようにいけますよね、確実に。ハロー、あ、ここも英語なんだ。すごい勉強になります、この神ゲーは。おい、メッカ、あー、なんだっけ、中東のそこら辺とかにあるやつでしょ、多分。サウジアラビア、あ、サウジアラビアっていう中のメッカっていう都市なのか。なるほど。おー、よく変わるね。2、1、ラオー、おお、ついに出ました、バラマキボンビー。なんかマリオネットみたいな感じで登場してきました。物件やカード、金、こいつ赤字だけどどうなんのかな。なるほど。カード4枚。ピュン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 と。うわ、超音速カード欲しいな。ルクセンブルク、あー、そっちか。
それだけかい。57マス遠いね。おっと、いいですよ。コーヒー、ほうほうほう、すごい結構漏れる。これは一旦物件飛びですかね。そう、独占できる投資を探せーっつって、ティラナというとこに行きましょうかね。一旦前に出よう。おお、すごいかっこいいな、ここの国旗。なんて国？アルバニア。へえ、かっこいいね。これは拾えるね、自分で。ジェットカード。いやー、ちょっと拾いに行きたいけど、遠いな。あー、借金、うわ、えげつな。借金しても、ばらまくって。それは、ばらまいてるってことになるのか。お？大手旅行サイトの人気企画、インドネシアのジャカルタ。いねえのかよ。いるのかと思ったのに。あー、ここか、遠いな。どれ、あー、こんなところに。アンチラナナ、45-16 で39ぐらいか。一旦見るね。あ、いける。これは行きましょう。これは、え、マジで？これ通った判定にならないんだ。マジか。通ると思ってたのに。なるほどね。いや、やめとく。ここになんかいろいろ落ちてるから。何かもらえ、星飛びとテレポね。オッケー、いいよ。2億。オッケー。星取りカード、テレポートカード。オッケー。オッケー、いいよ。ジェットカード。とりあえずテレポートカードも手に入ったから、よしとしましょう。マルハブン。マルハブン。多分、あ、雷神なんだ。なら、いや。ウランバートル、モンゴルか。
へえ、なるほど。あ、お構いなしなんだね。おっと、3、2、1、よー、はい、また出ました、トラベルボンビーが。世界旅行ボンビーですけど、イエーと言いながら、はい、どこまで行くんでしょうか。もっと北国東に行きました。さらにアテンションプリーズ、西に行きました。近いね。これメッカにつけばな、今ついたんですけど、なるほど。これどうしようかな。星飛びはちょっとあれなので、まあ一旦、まあ双発プロペラーでも打って欲しい。あ、独占できる。じゃあここにしましょう。マンジニ、エスワティニ。あー、聞いたことないな。へえ、そういう国があるのか。こいつマジどうにかなんねえかな。なんだ今、田原みたいな名前が見えた。うわ、ジェットいっぱい買いまくってこいつ。まあテレポでいっか。おっと、報告等に、報告成果。さらに東南東あたりに飛んで、カイドで。赤鬼が激強、マジで。いやー、でも、まあなんとか、いったでしょう、これは。まあ、どうでしょうか。収益はそんなにあれが、大してないけど。オッケー。順当に話してってるね。96億差で。まあでも何があるかわかんないのが猛鉄なので、ちょっとね、気を引き締めてやっていきたいと思います。うん。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.